ンバー1ハロローヒロ,ヒロヒローこの先どうなるかわからないヒョックでーグッジョッはい、えー、今回、えー、こんばんはこんばんはこんばんはんこんばんはですね今の時間帯もうこんばんはですねおはようからこんばんはねこんばんはちょっと噛みました噛み,みやないか <laughs> ー今回はこちらまさかねあのー、イロハスシリーズ、まあ、前回ね、あのー、イロハス系レビュー、まあ、2つしてきたんですけど今回まさにイロハスのこちらイロハスシロブドウえー 長野県産シャインマスカットエキス入りをデビューしていきたいと思いますはい、えー、こちらは、えー、イロハス白ぶどう、えー、長野県産シャインマスカットエキス入り天然水仕様ですねあ、イロハスです イロハス、イロハスの、イロハスシリーズのマスカットですね。え僕はね、あの、イロハスはね、あの、前回ね、あの、二つレビューしたんですよ。ノーマルと、えー、ピーチ。で、今回、イロハスの第三弾ということで、イロハスシリーズの、えー、こちら、白ぶどうですね。えー、まさにね、白ぶどう。あんまり聞いたことないですね。これ僕もね、あのー、初めて、の、飲んでみますけど、 あのー、これ、ただの白ぶどうじゃなくて、長野県産シャインマスカット X 入りって書いてあるんですけど、ここに書いてあるんですけど、シャインマスカット長野県産シャインマスカット X 入りがこん中に、バーンと入ってるんだおほほほほこれはうまいぜ天然水仕様ですね。ラベルもちょうどいい。じゃ飲んできたいと、甘い、まあまあまあ、スカスカ,スカ、スカッとジャパン、スカッとジャパン。 まずね香りからあっぶどう結構ぶどうですねじゃあ飲んでいきたいと思います<ー>はいはいえー、飲んでみたんですけど結構ね味はね最高ディディディー ティ万ポイント、うん、やったテー1 0万ポイント結構ねおいしいやっぱりね飲んでみ見た時ね色はすシリーズ、まあ、飲んでみた時にわかるんですけどあの飲んでみた時に喉からスーッキチュて入ってて結構ねあの癒されるっていうね味でしたね。 やっぱね、今回ね、あのー、色発の白ぶどう、えー、あのー、長野県産サインマスカットエキス入りをレビューしたんですけど、まあね、たまにはね、あの、一度レビューしたことないやつはね、レビューするのがね、僕風なんで、やっぱり、あの、今後ね、あのー、お菓子とかジュースとかそういう系をレビューしていきたいと思います。 今ね、あのー、もちろんね、あのー、まあ、今まで紹介してなかったレビューも、あのー、ちゃんと紹介したいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。で、あとね、あの、僕ね、あの、目に入ったんですけど、これ買うときに目に入ったんですよ。で、僕ね、コンビニ行ったときにこれがあったんですよ。で、まずね、これ目に引きます。えー、長野県産シャインマスカットエキス入り。ま、あ、これ、最初に目が入ります。で、これを見,見て、はっこれ シャインマスカット x 入りだとおーって僕が発表してこれを手に取ったんですよやっぱりう,うまいやないかーい最高イエーうわ結構結構うま,すす、ね、うまいですねうまいですねいや皆さんもね買ってみてくださいえー 今回ね僕がレビューしたのは、えー、イロハス白ぶどう長野県産シャインマスカットエキス入りシャインだけにシャインシャインシャインマスカットシャインシャインシャ,シャインマスカットレビューすぎたいと思いました結構味もね意外とうまいですね見た目から言えばナイスボディ <laughs> ど,どなんやねん エコなフリーズ当たるって書いてある <laughs> これは面白いねエコなフリーズその場で当たる <laughs> あっそうなんだ <laughs> あっ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 ああっあっああ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 